こんにちは、カノです。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この飾り方なんですね、手ぬぐいの。それについてね、説明していこうと思います。私どものホームページでもトップページの方に飾り方とか使い方のですね、ビデオ、動画をですね、YouTube にアップしたのがありますので、ぜひね、そちらの方も見ていただきたいんですが、まあ、これ以外にもですね、その飾り方っていうの、一番まあオーソドックスなところで言うと、額に入れるというところなんですね。まあ、1枚を大きな額、1メーター以上の額に入れて入れることもできます。でも私はですね、いつも、うちでやるようなものは小さい額ですね。アルバムみたいなぐらいの小さい、このぐらいの小さいポートレートみたいなところに、畳んで、飾るっていう。まあ、これで結構可愛らしいんですね。綺麗です。ですから、まあ、こういったものをたくさんこう、作って、額にですね、4種類とか6種類並べるっていうのも一つおしゃれですから、ぜひね、そういった使い方もしてみてください。いろんな使い方ができます。いろんな飾り方もできますので、一度考えてみてください。よろしくお願いいたします。